皆さんこんにちは、クロさんです。今日は火星人襲来で100万人がパニックという内容を解説していきたいと思います。その出来事は1938年10月30日の夜に起きました。この日の夜、 CBS のラジオドラマ宇宙戦争というものが放送されました。原作は H.G. ウェルズ、ハワード・コッチが本案脚本し、宇宙戦争は監督のオーソン・ウェルズがあたかも事件が現在起きているかのような脚色を付け加えた作品です。ドラマの放送開始時には多くの人が他局の人気番組を聞いていましたが、それが一段落すると宇宙戦争にチャンネルを切り替えたそうです。ラジオからは宇宙人がアメリカ東部ニュージャージー州に降りてきて、有毒ガスと熱光線で人々を殺しているというドラマが実況中継の形で流れていました。それを聞いた人々は内容を現実と思い込み、ラジオ局や警察に電話したり、家から逃げ出したりしたそうです。なんとショック状態になって病院に運ばれた人が15人もいたそうです。警察は CBS に放送中止を要求。対応策として CBS は、その後3回ドラマであることを告知しましたが、効き目はなくパニックは続きました。ドラマを聞いていたのは約900万人、そのうち100万人がパニックに陥ったことになります。もし本当に宇宙人がやってきたのならば、他局でも実況中継しているはずなので、チャンネルを変えて確認すればいいのですが、100万人が事実の確認をしなかったということになります。これについてラッシュ・ドージアという人物は、原始的恐怖発生システムという言葉で説明しています。原始的恐怖発生システムとは何かというと、他者が恐怖に陥っているのを知ると、それに同調することで人間が持っている原始的な反応によってパニックモードになるということです。そうなると人は冷静に考えられず、確認するという作業ができなくなります。これはいわゆる恐怖の伝染です。またこの1938年はナチスドイツがヨーロッパで勢力を強めている時期で、人々の中に潜在的に不安があったこともパニックを引き起こした理由の一つだと言われています。人はパニックになるとつい自分自身を忘れ、衝動的な行動に出て損してしまう方を選ぶことが多かったりするので要注意です。他再生リストに都市伝説、怖い話など面白い雑学がたくさんあるので、ぜひそちらもご覧ください。信じる信じないかはあなた次第です。